まもなくカルドセプトセカンドオンライン全国大会 ACN カップファイナルトーナメント1回戦第7ブロックの試合が始まります。トイレは今のうちに済ませておきましょう。マップは WX。 ルールは40ラウンド30秒サドンデスオン E カードなしとなっています。さあ、全国5万人のセプターの頂点に立つのは誰か。ここ東京ドームの大観衆も湧いております。実況はブヌシ、解説はハジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1回戦第7ブロックのメンバーはルカルレイ、ミックス、サトチ、ルマーの4人です。なんと、ルカルレイとサトチは ACN セカンドの準決勝に進んでおります。ミックスは ACN ファーストに出場、ルマーは、セカンドの公式全国大会ファイナリスト、会場を大いに沸かせたプレイヤーであります。期待できるメンバーと言えるでしょう。ブック名はルカラッタイ録画取得はい、ありがとうございます。その録画まだ残ってんのか。はい。逆走魂紅葉、いやー楽しみであります。それではスタート。お、また前回と同じ悲壮な音楽が好きですな。デフォルトでやるとここの BGM になるのかもしれない。最初はルカ、さすがチブック、ドラゾン、あと4が出た。一番ダメダイス。はい。4以外なら最高。最高7まで出るマップだったと思います。X 使って、ミスると使ってこっちもチブック。やはり血が強いと見た。そして、コア T、バジ対策にデコイと、ガーゴが入ってるというのが最高のパターン。ミックス。はい。いいスタート。真ん中にデコイを置いて最高のスタートだと言えるだろう。そして、ミスルト台も稼いだと。次は、サトシは水できた。水、おっと、まず、砦に行かず、水置く、メガロドンできた。メガロドンがあるってことは、プリンが入ってる可能性が高い。こっちも、水だが、ダゴンしかなかったんで、リンカで回す。しかもリンカで2枚かぶりという辛い状況からスタート。地2人、水2人という状況からスタートですね。さあ、ドルール。やはりドルールとデコイが、僕の主力となるでしょうか。ああ、リンカで回す。クリーチャー十分置けるのがあるのに回す。他人に滅まで取られるよりはということなんでしょうか。さあ、地に置けなかった。これが一番辛いチブックのスタート。しかもここに置いてしまうと次地に止まった時置けないが、もう一回リンカでするか。さあ、リンカで。こっちも回すでしょう。X で置きに行ってもいいとも思うんだが、回したくなる。この心情。さすがセカンド。おー、デコイが2個置けた。カウンターにだけ弱いのがちょっと辛いんで、デコイとデコイはちょっと離したいところ。ダゴンが出たが、おっと、アポーツが入ってるぞ。また、第一試合以来、久しぶりに見たアポーツ。さあ、リンカでもう一回回すか。ああ、まずはヘイストで金が。シンクが2枚あるんでね、ちょっと回しにくいよね。とりあえずシンクをドルールに打ちたいところ。お、なかなかいいダイス。これで、副属性の土地が取れるんで、で、シンクを打てば、まあ3、2連鎖ぐらいはいけるだろうということ。これインカでまた回す。置けるクリーチャーがあったのに、やっぱり回してしまうんだね。ミスルトが欲しいのかな、序盤は。おっと、オドラテク。これはもう焼き対策。焼きはでも今回はいなそう。地二人対水二人。さあ、どんな対決なのか。そう、このメズマなんだよね。メズマリンカでしょう。もちろん。あ、でもリンカネーションあるから、何 ?X あたりかな、何を奪うかな、リンカ奪う。自分でリンカネーションしとけよっていう。相手が回すのをさせないためのメズマリンカ。リンカ持ってるのにメズマリンカするっていうね。さあ、これ殴り行くか。わー、きついデコイで殴る。これはメズマリンカ大成功と言えるだろう。これはミックスが圧倒的有利。
アースアムルとホリグレあったけど守れないっていうのが辛いね。まあ土地色が合ってないオドラなんでまあいいだろうと思うんだが、その隣にも移動してやってくるのかな。すでに3ターンでデコイ3枚置くというテンペがなければもう落ちる可能性はほぼないと言っていいだろう。このカウンターでしか落ちないかな。きついな。これ回そうと思ったのに取られるっていうのがすごく辛い。なかなか色が合っていないが、奥肌ね。このパーミがね、嫌なんですよね。またリンカネーション。リンカネーション、これで2回目。で、デコイ、デコイ4体目置く気か。これでデコイが出たらもっと最高。デコイ安いし、生贄なしだからね、この時は。マトマンは風に置けず。さあ、これはヘイスト使うかな。ヘイスト使うとでも地の土地を超えてしまう。使わずに、1、2、3、4、5、6あたりがいいんだけど、7。一番最低なダイス。起きたかったよっていうね。ホリグレ、ホリグレアーサーモラあったけど、守れなかった。やっぱり対策はやっぱバージーを想定してる感じだね。アポーツは何に使うつもりなんだけど、ね、白アポーツでも、特に誰か損するってことはなさそうだし、土地は、はい。X 使って、ギアが置けるかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、ちょうど占いやがったじゃないですか。ちょっと、X 使わなくてもよかったかな。でも、クリーチャーが引きたいと。はい。あと、シンク持ってるから、シンク連打すれば、連鎖にはなるということで、土地的には、まあ、ルマがいいかなと。ルマとミックスがいい感じ。でもないか。わあ、インフルもある。いやー、デコイにインフル打つかな。そうだよね。これで、北地3連鎖。しかもデコイという、一番、ドルールにも強い、バジにも強い、コアディにも強いという、おそらく、テンペ1枚、見えない限りは落ちない。そしてマットマン。マットマンも硬そう。土地はメズマで何を奪うか。クリーチャー置きたいんだけどね。1か3が出るのが最高。さあ何を奪う。真空奪う。頭いいな。なるほどね。真空代も 100G で安くなるからね。あーあと4か。できればクリーチャー置きたいところがドルール。水ブック同士でドルールで殴り合いになるんでね。地でデコイで連鎖をしているミックスが一番有利かなと思うんだよね。シンク1枚取られちゃった。でもシンク打つしかないと。これで地変すればダゴンも置けるようになるだろう。これも横移動かな。いいねえ。いいとこにマットマンを置けた。おっと、ガーゴでした。いやー、すごくいい感じで土地を置いている。ここミスるといいね。金がないところでミスるといいし。ミスさらにクリーチャーどっか置けるといいんだが、このゾンビスの土地に止まれると嬉しい。来たー。さあ、どっち?メガロドンの横に、ラゴンではなくアンダインの方を置く。ドルル対策と見た、これは。ドルルが嫌だと。さあ、メズマで、しか持ってるやついたか。X か、ヘイストを奪う可能性もあるね。さあ、ルカの、インカ持ってたか。ああ、X か。さあ、これ、地変化移動して、金がちょっとなかったね。地変化移動して、デコイを、
デコイ落ち変するかな、どうするかな。そう、まず置きに行った。そう、まあ、デコイ落ちないからね。この環境相当デコイ強いな。またデコイ出た。これ、ルッカ。誰も落とせないかな。入れてるとして、パイロマンサーだけど、ソーサラーを一体入れてる人がいるかどうか。おー、いいダイスが出た。ルッカ、これで、復帰、富田が、移動にするか。で、こういう置きでもいいと思ったか。もうなかなか、緑の地形ないからね。まだ。周回をたくさんしようという感じだね。もう一回パーミッションを流しちゃったような気がするんだけど。さあ、これはいいぞ。ここはデコイ上げちゃうかな。カウンターには弱いけど、でも上げちゃうかな。交換にした。マッドマンの方が強いと見たか。いやー、バチ。まあね、でもで、まあそうだね。カウンターで落ちちゃう。難しいな。先にレベル上げしちゃってもいいかなと思ったんだけど。おっと、ドルール殴られるのは、これはちょっと、辛いのは、せっかく地変の真空打ったところなんでね。ウマが辛い。いやー、サトチいいね。これ 140G 使ったけどいい。しかも弱いドルール。まあ、相手のドルールを強くさせないっていう意味でも、この、水と血を奪うのはかなりでかい。問題はバジコアティなんだよな。それを防ぎきれるかどうか、水ブックで。どうするかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。とりあえず、デコ1変か、デコ移動か。どうするかな。横移動。地形変化でした。さあ、デコイに対抗できるやつを入れてる人がいるのか。巻物1枚ぐらい入れてる人がいそうな気がするけど。3DS だとパイロマンサーが絶対見えるんだけど、この頃なんかソーサラー入れてるって人はほとんど見なかったな。またデコイ。やらしいとこにデコイだなぁ。これ横移動何度もしてくるでしょう。こういう時にボーテックスとかやっぱり欲しくない。なります。いやぁ、ミックス圧倒的に有利だが、なぜ上に行かず下に行った理由は何だろう。マットマン上げればもう落ちないかなと思ったんだけど。さあ、これはダゴン上げてしまうあり得るぞ。そうだね。ちょっとデコイで横移動が嫌だから、上げてしまう。上の砦で行かずに下に行った理由が知りたいね。わー、パー見つかってしまわざるを得ない、この辛さ。ここで使うのはあんまり有利でもないでしょう。砦ボーナスももらえないし。まあ、若干ショートカットになるかなっていうぐらい。ヘイストで、ルカは通り過ぎるが、ルカはちょっとチブックの取り合いに負けていて、色が合っていない土地を取っている感じ。で、これでようやく地変して、やっと1連鎖でしょ、これ。1連鎖。下も1連鎖。北1、南1しかない感じでしょ。ミックスが圧倒的有利で、サトチも有利と。いいドレマー。下に行ったのが何でかっていうのはちょっとね、わかんない。上に行ってマットマンがデコイレベル上げすればいいかなと思ったんだが。デコイ使っといてもよかったんじゃないのこれ。ドルルが怖いと見たらデコイ使っといてもよかったかなと。1,2,3,4上げて、上行かないんだね。まず土地置ける方を選んだと。で、シンクまた打てばいいな。おー、いいリンカネーション。ゼロ枚の時にリンカ。なんでカードは使えるときはガンガン使った方がいいっていうことだよね。置き、出し惜しみとかはしない方が、インカネーションいつ引いてくるとも限らないし、メズマ引いてきてもいいし、地形変化か交換か。地変、まず地変で、とりあえず水の土地増やさないとしょうがない。でも連鎖は1。きついなぁ。ミックス対サトチーという戦いになるでしょう。さあ、ようやく土地が少しずつ置けている感じ。みんな誰かの輪郭で終わってる。スペル引いて、アイテム引いた。守る方を選んだ。
さ、さとちは1234おう、土地置けるなかなか火、なぜか水、あ、いいか、水でこれで下2連鎖、上3連鎖ぐらいなんで、ドルールが50まで出る。あー、テンペが出たね。これを待っていた。これシャッターしたいところだね、これ。ルマーだけはデコイを読んでいた。この、すごい数のデコイが全部消えるぞ、これ。3DS だったらセフトで奪って捨てればいいんだけど、メズマは必ず撃たないといけないからね。シャッターの代わりにはならないんだよね。メズマテンペってわけにもいかないから。いやー、これ一回ゴールしたら、パーミー使ってゴールしたら、まあ、テンペでいっそうでしょう。それさせないために何か聞いていきたいところだけど、シャッター入れてる人って、なんかほとんど見ないよね。あんまり、そうだね、インカネーションでみんな回す環境なんで、シャッターで1枚ぐらい削ったってほとんど意味がないっていう状況なんだろうね。そうだね。全員メズマ4、インカ4。まあ、シャッターほとんど意味ねえだろうって感じだね。でもこういうテンペとかをね、なんとかしたいよね。まさか1枚入れテンペ入れてる人がいたとはって感じで。さあ、サトチ有利だぞ。どうする？ああ、なるほど。こうか。デコイ、デコイはやばい。デコイはやばい。死んじゃう、死んじゃう。ルマ撃ちたいが金がない。ルマもデコイ入れてるじゃねえかよ、みたいなね。ドレマぐらい撃てるか？撃てない。金がない。うわー。デコイ置く置くテンペ撃つって言ってるのにデコイ置く。これでデコイに頼っていたミックスが逆に不利になって、ルカが得する可能性があるね、これは。テンペ撃たざる。だったらデコイ置かなくてもよかったのにね。いやー、いいね。たくさん地位を置いて、しか手札にバジとコアティという。さっさとゴールしたいところ。次パーミ使うかな、ミックス。いやー、問題はデコイ3体、北にある地3連鎖のデコイが全部落ちるところなんで、これは交換するしかないでしょ。そうだね。おー、上げる。いや、テンプ打つの見えてるけど上げちゃう。ドリアドでもあれば別に大丈夫だけど。いやー、打つでしょう、テンペ。回す。ドルルグレアも結構強いかなと思ったんだが、回す。デコイ交換してからでもいいかなと思ったんだけど、そこの3歩前のデコイ、サトチのデコイでしょう。うわあ、いいとこ、ケルピー。ケルピー来た。ケルピー使わない。いやー、テンペが来てもダゴンならまあ大丈夫と。インフルも打てない。ようやくゴール。しかしテンペ打つのも苦しいぐらい。どうする？交換して、いやー、でもルマーもデコイ入れてるからね。テンペが別にっていう感じなんでね。まあ、とりあえず撃つだろうな。今、ああ、撃たれたとしても一周踏ませればってことでレベル3にしたのか。ザルカが復活する感じだね、これだと。デコイ、デコイやられるだろうから全員デコイを交換するスタイル。まさか、でも撃たずに、撃たずに、打たずにデコイは交換させるというスタイルなのかもしれない。自分のデコイも死んじゃうもんね。いやー、いいヘイストだ。さ、でドラソン置く。いやー、テンペ打つのかどうかっていうところが見物。もう一回回す。ファンタズムが入ってる。これは強い。ファンタズム一枚入れファンタズム。やっぱデコイあたりにファンタズムしたかったところがね、ほぼ最強なんじゃないかな。他にデコイが落ちる可能性見えないから今交換できたら交換したいところだったが。さあどうする？打たない。まずは吸って、吸って、パーミして、吸って取り入れ通ってパーミして、それから打とうかな。交換してからでもいいから。足が遅すぎる。クソ遅い。あ、でもこのデコイやっつけられる。でかい。でかいが、自分のデコイもテンペだと死んじゃう。こんだけデコイ入れてるってことは、やっぱりただの牽制なんだろうな。撃つぞ、撃つぞと見せかけて、インカネで回すみたいな。ブックに入ってるからお前らデコイレベル上げんなよ、みたいな。そんなことしてると、あのレベル3のデコイを交換されちゃう気がするが。インフル、どこだ？バジか、バジか。
下行った。下何連鎖だ、これ。3連鎖か、下も3連鎖。マットマンもまあ、テンプ1枚じゃ落ちないしね。さあ、4。どうする？レベル上げか、交換でしょ。デコイ交換。しない。強気だな。上げる。上げる。地道に上げて左側歩かせない。さあ、ミックスは？ミックスか。ミックスのデコイだね。あのレベルが上がってるのは、ミックスの方が交換したい。ルカは、むしろテンプ打ってくれて大丈夫よという感じ。さあ、デコイ交換したいが、クリーチャーが出なかったように見える。とりあえずこれマットマン上げて、今一瞬の踏みに期待するでしょ。レベル4。よし。どっちか、二人どっちか踏むでしょ、これ。いやー、きつい。ルマーが踏みそう。いい。せっかくドレマー出た。もうファンタズムいらない。ファンタズムいらない。捨てなくてもいいと思うが、ファンタズムいらない。まあ、メズマあたりあったんで、ルマーはメズマ X あたりで超えるんじゃないかな。さあ、サトチは土地は結構硬いやつが多いんで、悪くはない。どうする？おお、アンダイン。HP 少ないが上げてしまう。土地6個持ってるから120はあるけど、テンペ一発で20削る。これテンペ打つだろうか。ああ、まず X よかった。いい、いい引き。引かなくても、まあ、メズマ X で逃げてただろうな、と。1、2、3。さあ、どうする？まあ、一個レベル上げられてる。ちょっと辛い。おー、緑の土地のままレベル上げやがった。大丈夫か、アイスボール。バジとコアティで落ちるんじゃないか？どれまで座れる方が嫌か？あー、踏ませたかったんだ。一瞬踏ませる。この瞬間踏ませられればという感じ。さあ、どうだ？超えられるか？超えたー。いいバーミだ。さあ、ルカがかなり有利なところだが、こっちのマドマンも上げる。いやー、結構上がってきて面白いぞ。テンペ一発いつ打つかっていうところだね。ウマはでも70、60しかないから辛い。むしろ、あー。どうなんかね。むしろ、売っ払いたくってアイスオール上げたとも言える。いいパーミだね。さあ。やりに行くアンダインすら、アンダインすらマジで、レベル2の土地なんて気にしねえで、マジで行くぜ、みたいな。俺やられると辛いが、まあでも、やられたとしても、隣のメガロドンで踏み殺せばいいと。まあ、即死するでしょう。ああ、決まんなかった。しかも、マジが場からいなくなった。これは嬉しい。土地レベルダウンもなし。サトシはいい感じ。ミックスは、レベル3のデコイがちょっと不安だが。さあ、踏まずに耐えられるかと思ったが、そこの土地は自分か。おー。あっちに歩いてアイスボールを置いたのが良かったね。これ4連鎖。いやー、サトシかなり有利。さあ、次はどこを上げるか。どこでもいいぞ、どこでもいいぞ。4連鎖。アンダインが強いと見た。あんたにバジなんかにやられねえぜ。テンペ一発でも死なねえし、二発はテンペ来ないだろうという。ルマは売っ払いたくってあげたっていう感じだね。で、それでテンペ撃とうかっていう感じなんだが。あいつは殴るぜ、みたいなね。結構テンペ対策になってるクリーチャーがいっぱいいるから、まあ大したことないね。デコイが何匹か死ぬぐらいで。うまくドレイン避けてレベル上げしてるから、あんまりドレインの効果がない。うわぁ、せっかく横移動したのに、殴られる辛さ。いや、でもグースが使えるから全然美味しい。むしろ殴ってくれて、感謝。こりゃ、テンペ打つだろうなぁ、こうなると。500ももらった。いつの間にグース引いてたんだ、ルマ。復活の兆し。ただで500G をもらった。さ、まだいいね。だからここはリンカネ。そうだね。普通にリンカネして、足とドレマとミスルトとパーミ引いてくれば、まあ、硬いだろう。
また、デコイ、ほんと多いな。腕っぺ打ってくれと言ってるようなもん。これ水と血を落としてくれるのはすごく嬉しい。ミックスが。これ守りようがないもんね。さあ、どれだけ貫通なんだ。70! ドルール70って、マットマンすらやっつけそうな勢いだね。これはもう絶対テンペ打つなぁ。さすがに。自分の土地が落ちたとしてもテンペ打つ。問題はアイスウォールを売っ払ってから、テンペ打ちたかったところなんだが、ちょうどいいダイスが出ないかなという感じ。500人もらっちゃったから天然トランスもできないか。Holy word X。さあ、X で上を回って、サトシは水。お、ちょうどまた水土地が取れる。これは、1,2,3,4,5 連鎖。やばい。やばい。やばい。しかも安泰に強え。5連鎖。これはちょっとルマは厳しいから、テンペ2回打つしかないんだろうが。まずヘイスト。ヘイスト。しかも、レベルの高い土地が多くなってきた。ヘイストしてからテンペか。さあどうする？クリーチャー引くか、またスペル引くか。クリーチャーか。ドルール。ルマーのドルールは弱いぞ。もうサドンです。しかしまあ、テンペで一回、うわぁ、トランス。トランスで逃げるっていうこともできるんだ。撃つ。これで何連鎖？ 3 連鎖か4連鎖でしょ。いや、ここまでしても、やっぱりテンペ撃つでしょ。撃たない。置かない。置いてもよかったと思うが、置いて、テンペ撃たれたというご移動。置かない理由は何だろうな。隣のドルールが嫌ってこともないだろうし。ミスるといいね、ミスるといいね。ナイスリンカネーションだったと言える。さあ、インフル。インフル、ミスると、ミスるとシンク、ドレマ。全然隙がないね。あとは、防具アイテムを引ければ、サトシ圧倒的有利だが。さあ、テンペ打つでしょう。もう打たざるを得ない。一回待ってからとか。ああ、打たざるを得ないね。これデコイが1、2、3、4、5体。自分の含め5体、6体死ぬかな？そうだね。もう一枚テンペが出ればアンダインも落とせるから。結構いいぞ。1、2、3、4、5、6、まあ、若干、まあ、場を振り出し戻したかなっていう感じがあるけど、それでも、レベルの高い土地はその、おっといいダイスが出て、レベルの高い土地ちょうど奪っちゃった。ずるい、これは。ヘイスト打った時から狙っていたとも言える。これでルマーが復活した。他の人にはテンペ入ってないから、まあ。バジに対し。あ、削りに行ったわけではなく、そうだ、20減ってるから落ちると。あ、ミックスはデコイで連鎖組んでたから、ちょっときついね。かなり落とされたんで、ルカ有利。で、ダゴン。置いている。サトチも有利と。ミックスがちょっと沈んできつい感じ。サトチが圧倒的有利だね。Wild growth。もう一枚テンペが出ない限りは全然余裕だからね。これ、1、2。2連鎖か。まだ2連鎖。くそ、そう、全部落とされたからね。よし。サトチが圧倒的に有利。シンクいらねえよっていうくらい有利。交換ではなく上げる、気にせず上げる。テンペ打つと逆にまたデコイが強くなるんだよね。そう、エチピが20削れてるからシンク打つ。おお、いいね。取った土地をヘイストで取った土地をと思ったが、アイスボールの方が硬いし踏ませやすいと見たか。もう一枚シンク引ける。うわー、ダイスが辛い、ダイスが辛い。右下行くしかないかな。上行った。おー、あとドルールで、でも、マットマン落ちないだろう。ちょっと見てみたい。あー、落ちないよね。で、シンク、ルマーは全然水連鎖がないから落ちないよね。これ交換かな？そうだね。一個一個、地道に交換していくしかない。きつい。あのマットマンも交換したい。さあ、ミックスはデコイ、
メインだったからちょっと辛いが、XXR のは悪くない。123、123456678。コアティか、コアティか、マジで落としに行くか、わざわざ。そうはしないか。とりあえず、あとまで置いて移動。なぜか水に連鎖、はい。おー、HP が高いの。本当に対策しているって感じだね。HP が高いのを入れて、テンペぐらい大丈夫。カタスまではちょっと無理だけど。さあどうする？メズマ X か。X かヘイストあたり。ここ越えとかないと辛い。123456。サトチの X あたりあったでしょ。シンクが先。あ、しなかったか。踏んでしまうぞ。大丈夫か？耐えられるか？耐えてくれ。耐えて。おー、耐えた。乗り越えた。乗り越えた。一気にこれ逆転への奇跡が見えているのか？あげる。ルマ2位まで来た。相当不利だったのにテンペ一発でひっくり返してる感じ。あと、サトチに、サトチが全然水の土地落ちてないから有利で、チの二人が3位、4位で落ちた。チの二人が有利とも思っていたんだが、さあこれ踏むんじゃないか。X で超えた。さっき、メズまでこの X を奪わずに、シンクなんていう方向を、取ったね。まあね、この X、もしミックスの X を奪ってしまったら、ミックスがサトチの土地踏んで、逆にサトチ伸びて辛かったと見たのか。で、シンク、おぉ、サプレ。別にテンペ怖くないからな。サプレで、まあ、マイクロあたり消しとけば、相当有利なんじゃないかな。うわ、トランスいいね。そしてパーミー。そうか、パーミーがあったから、X は取らずにシンク取った。おっと、いいダイス。さあ、どうする？さあ、どうする？今度はボジャ。おっと、後ろ回り上げてきた。うおー、ルマー頑張る。ルマー頑張る。でも、削れてるあのアイスボールとかもきついと思うけどな。あと、メズマしかないが。まあ、メズマ、銀河か、メズマ。何する？メズマ、トランスではないでしょう。X か、ヘイスト。お、バジ捨てる。バジ捨てて、サトチの何が欲しい？シンクを、邪魔に使う。いやー、今水の二人が伸びてるから、血同士争いあっても辛いだけじゃないか？踏むぞ。おっと、落とせる。とりあえずサトチの土地を一個落としとけど。まあ、アイスオールも20減ってるから削れるでしょう。サトチアイテムは持ってるか？アイテムはウォーターアームルしかない。こうすると、隣の、うわ、80まで出るか。ダゴンの応援があったとしても、意外と強えな。このコアティで、その隣の取られた土地も取り返せそう。テンペで削られた土地も取り返せそう。バジも手元にも、あれ、バジ今メズマでも捨てたよな。おぉ、削れてるバジがさらに殺せるという。いやー、地同士の争い、どっちが誰の土地の、地の土地かって分かんなくなってきた。でも地で争い合ってるのは、ちょっと水二人が伸びる結果になるから、あまりよろしくないと思うんだが、どうなんだろう。協力し合って、地のクリーチャーを増やしてコアティを強くする方向に行った方が、どっちかというと水の土地をアポーツ。X あたり、なんだろうなー、X かメズマあたりサプレイして、アポーツの狙いがちょっと分かんない。最初みたいにオールドウィドウじゃないから、あ、そうか、ケルピーアーポーツっていう可能性はあるか。そうだね。以前、オールドウィドウアーポーツが一回決まった瞬間があったからね。でもケルピーはもう捨てていたから、まあアーポーツ使う気はないだろうっていうことですよね。さあどうする？交換か、上げ。あんまり上げられない。サトチ圧倒的有利でしょう。さ、メズマ、アポーツってわけにもいかないし。1234。うわぁ、右へ行くの辛いが右へ行く。行く。1さえ出なければ次パーミが使える。これ連鎖してない。ここ開けておいて、踏んだ時に売っ払えばいいだろうという感じ。いやぁ、全体的になだらかな。3000、2000G。サプレ2枚。
サプレ2枚。サプレで、なんか消したいものあるか。まずどれば。ミックスからスー。今レベル上げたところだからあんまり金持ってないが、それでもスー。いいね。またクリーチャー置ける。置かない。交換に使うのかな？置かない。どっか踏んだ時に落とすために使うか。おーっと、トランスしてしまう。ルマーか。そこはやばいと。コアティに落とされる。コアティマジに落とされるからトランスして、いや待てよ。でもそこのコアティも怖いから、いや、あげるか。落とす。いいのが出た。いいダイスが出たね、これは。これで、コアティ横移動が怖かったから、横まで踏んで、若干強いが、まだまだ弱い。まだまだ弱い、アンダイン。このアンダインあたりをレベル上げ。アンダインか、ブラッドプリンをトランスした感じで一気にレベル上げしたかったんだが、グレアムあるから落ちないだろうという考えなんだろうが。さあ、ルマーがまた迫ってきた。いい感じ。しかし、トランスした金をどれまで奪われる。これはちょっともったいない。本当はレベル上げしようとしてたんだけど、ちょうどいい土地止まったから踏んでしまったという感じ。504も奪われた。1500も金持ってたんか。おい。さあ、どこを上げる？ルカは今のどれまで復活した感じ。ああ、これで、ルマーの目の前を上げる。レベル5にしてもよかったかなと思う。一発踏みにかけて。これで左側はまず歩けない。右側歩くとサトシ、左側歩くとミックスルカ。さあ、パーミで。ああ、自分の土地か。よかった。危ない。さあ、サトチは、ああ、X が出てるの。悪くないね。X で、一気に超えるが、その次が辛いね。でもまあ、使わないとメズまで取られるから、やっぱ使わないわけにはいかない。これで、また水の土地が取れるんじゃないか？そこは、おお、無理やり踏みに行った。トランスか？移動？落ちる？落ちるのか？落ちるのか？いや、待てよ。落ちないでしょう。面白いでしょ。確かグレアム持ってた。グレアム持ってた。ウォーターアーム使ってもグレアムで守る。ああ、残念。ちょっともったいなかったかな。で、しかもレベル3踏みに行ってしまった。なんかの応援としても、そう、無効化なんだよね。無効化なんで生き残るか。一回牽制で行ってグレアム使わせておいての方が良かったかな。取れたらでかかったが、ちょっとグレアムを見逃した感じ。しかもレベル3に突っ込んでしまったのはもったいない。これでルマーがまた復活の兆し。おー、いい X！ この軒並みレベル4、レベル4、レベル3とあるって踏みそうなところで X！ カツカツだね、カードが。さあ、超えたが。で、一気にレベル上げする。アンダインでしょ、これは。アンダインか、ボジャ。うわ、上げた。アンダインだったら、コアティでも落ちない。マジでしか落ちない。さあ、一気にルマー1位になった。なんと、テンペ1枚で復活した。さあ、もうでもテンペは打てないからね。あとは、バジコアティが誰に決まるかっていうだけの勝負。ミスクリーチャーは、ドルールグレアム。いやー、恐ろしいですよね。また左上行くかな。右下行った。逃げた。左上でいいと思ったが、逃げたね。さあ、いいリンカネーションだ。何かをサプレしておきたかったところ。サプレは、リフォームと違ってサプレはスペルしか消せないんだよね。グレアムあたり消せればなと思ったんだけど、そうはいかない。いや、いいダイスだ。左上に一回逃げられる。で、サトチは、どっかレベル上げたいか。やっつけたいか。ああ、レベル上げて、レベル上げてアポーツとかするのかな？アポーツケルピー置き。あとは、手札にホリグレがあればっていう感じだね。ルファーなかなかクリーチャーが出ない。交換しない。交換してドルール手札の方がいいんじゃないかなと思ったんだけど。右上行ったらサトシの土地ハマるだろう。左上の方が良かったと思うんだが、なぜ右上行ったんだろうか。なぜ右上行ったのだろうか。右上行った理由を、詳しく。いいんじゃない？インフルはいいんじゃない？インフルは土地が増やせる。これで1、2、2連鎖か。ようやく2連鎖。マッドマンが2連鎖に戻った。全部デコイ殴られて、そう、
崩れしたからね。ミックスようやく復活してきた感じ。4位だけど 3200G は悪くない。おぉ、560万上げる。これトランスする上げかな？ちょうどマイナスになり、その、ドレンマがあったら逆に辛い。どこ売るんだ？そっちのマトマ売って、南にかけるか。北2連鎖はもう捨てて、南にかける。でも南のあそこの土地の方が、北のあそこの土地の方が踏ませやすいし、歩きにくくさせてるっていう意味では悪くないと思うんだけどね。ドルルが怖かったのか、それとも。さあ、今度こそ、その土地を落とすでしょう。さっきわざわざ行った甲斐があった。またアンダイン。アンダインウォーターブル2回目。230を使って踏んだ価値がある。辛いのはルマ。ルマ、土地が、なくなり、クリーチャー手札に、ストーンジャイアントしかないのに、レベル3、レベル3、レベル4と目の前にあるんで、ほぼ踏むと言っていいだろう。すげえ、まさか、ボジャノーイが落ちるとはね。これは想定してなかったよね。ボジャノーイは完全にコアティバジ対策なのに、アンダインウォーターアームルで落とされるっていうのはね、なかなかいいシナジーブック。アンダインウォーターアームルもいいし、ドルルウォーターアームルも、ドルルグレアもいい。あー、エスケ、これエスケ使わざるを得ない。使っておくかどうかはちょっと微妙。あ、置けないな。置けない理由は、ブラッドプリンが落ちるからっていうことで、手札にずっと取っといたんだ。もう超えた。しかも置いた。すごい。政治のスリーカード。悪くない。嫌なとこでパーミが出る。この流れ、これはスペル引いて X あたりを引きたい。アイテムなんだ。フュージョンはもう完全にデコイ対策で、他のやつには効かないと思うんだが、そうね、安泰にも効かないし。うわぁ、サプレ、ワイグロあたりサプレすれば、まあ完璧だが、さあ何をサプレする ?X をサプレするって可能性もあるぞ。メズマをサプレした。これで、メズマリンカはできなくなった。サトシ、圧倒的有利。さあ、ルマーが踏まずに耐えられるとは思えないが、耐えた。すごいダイスを出した。さっきエスケープで逃げてたから別に大丈夫だったな。あれやりに行くよな。あのドワーフをやっつけに行くよな。ルカも割合スペルでインフレヒッター。メズマがバカらなくなった。それだけ覚えておこう。おお、マジ。まだまだ。ミックスがマジで落としに行く。落とせばっていう感じか。さあ、ここ上げて、サトチに踏ませると。それしかないと、見た。さあ、サトチが踏むかどうか、ケルピー、X で逃げる。1、2、ちょうどどっかに、ケルピー置いてアポーツしたいところ。まあ、ダゴンあたり交換したいが。交換するんじゃないか。レベル4の土地をちょうど、ああ、惜しい。一歩足りなかった。目の前上げる。何が来てもいい。でも、バージン持ってたんじゃないか。レベル4、1、レベル3っていう、すごい、嫌らしいよ、ロード。クイックサンド使いたいが、使える場所が、ない。アンダイに交換して、ドルールででも落とせるとこって、まあ、ないだろう。そのドワーフもドルールでは落ちなかったんだね。もうワイクロ来た。ワイクロをサプレイしたかったところだけどな、どっちかというと。さあ、どこに打ち込む？これは、サトチ止めるのに打つんじゃないかな。自分か。おー、ダゴンに打った。一番高そうなところに打った。サトシ4連鎖に落ちたが、まだ4連鎖ある。5が4になった程度。まあ、かなり落ちたし、と言えるが。さあ、どこまで落ちた ?4300 まで落ちた。5000まであったんだが、4300まで落ちた。さあ、これあるか、もう一発ワイルドグロス打つあるぞ。でもバジがあるから別に踏んでもいい。レベル4のその辺に打つ。自分に打った。気にしない。踏まないと見た。踏んでもバジでいいと見た。さあ、下3連鎖。さあ、超えられるか、超えた。ミックスが一気に超えた。しかも、マッドマン大きい。マッドマンがこれで強くなる。上2連鎖。上のトランスが成功したと言えるだろう、これは。さあ、ケルピーをどっかに置きたい。さあ、これは、アイテムがホリグレあるから、まあ、バジでも大丈夫ということで、スペルで、X が引きたかったところだが、パーミを引いた。何
プロ、今さらランプロだが、左にもし歩いたらクイックサンドだし、しかもウェズマがサプレされてるから、あのクイックサンドは全て自分のもの。さあどうする、どうする、2連鎖しかなくなったが、遅延するしかない、無理やり遅延して3連鎖、左に一歩歩いたやつにクイックサンド、そので1500もらうという、その狙いしか、1800か、だからもう左には誰も歩けない、バジがある人しか歩けない。インフルエンス、さあインフルデコイ、これで1、2、3、何連鎖だ、4連鎖、悪くない。いい勝負になってきたと。全員4戦ぐらいで固まってる感じ。もう一回テンペ来るかもしれないから、嫌いながら、こっちは歩きにくく、左、下の砦を、南の砦を歩きにくくするか、左側上がってないんでね、別にそう歩きにくくもない。デコイ、この頃デコイフュージョン使えたんじゃないか。うわぁ、せっかく遅延したとこにバジ使ってくんだよ、うぜぇ。でもまあルーマーは1位じゃないからな。ルーマーに、バジ使ってくれるんだら、まだ、嬉しい。これきついなぁ。落ちそう。今日まだ決まってなかったから落ちそう。おっと、決まらないね。今日まだ0回じゃないか？バジの即死がまだ0回。そんなこともあるんだね。さあ、かなりレベルの高い、ハイレベルな4000、3000後半から4000時の戦いになった。これは踏む。無理やり行かないで落としてもいいかなと思ったんだが、いいヘイストだね。これで高いところは軒並み越えられるか。7以外ならいい。8、いいダイスだな。判断上げるの怖いしな。どうする、交換、上げる、目の前上げる、サトチーから取る。いやー、順位が目まぐるしく変わる、いい試合ですな。それデコイ、デコイじゃ落ちるとこないが、ホリグレ2枚はすごくいい。おー、そう、右に行くしかない。なぜ右に行ったっていうか、右に行くしかないんだよ。左に行ったらもう、クイックサンドの的だからね。マナ。誰も左に歩けない状況。ということは、そこ、左に歩けないってことは、必然的に、全員、この右側を歩くことになるから、ということは、サトチに、ボーナスが、ああ、これはね、クイックサンドをサプレするんじゃないかな。さすがにうざい。おっと、踏んでしまったが。安いが踏んでしまった全員、ほぼ 4000G でほぼ並んでいる。これはいい試合だ。クイックサンドサプレしないっていうのが、まだ、すごいな。置かない。交換したい。レベル上げちゃう。今、もらった収入で上げてしまう。左を歩けないなら、左か右の、どっちかにクイックサンドっていうことか。右を歩いたらストージャイアント。左を歩いたらアンダイに。おっと、踏んでしまった。で、こいじゃ落ちない。バジを持ってるのはミックスだっけ。ちょっとルカはバジ入ってない感じでもないか。回しちゃった感じか。まあ、削れるのは嬉しいんだが、次でこいで落とせるか。だいぶ削れた。いやー、まだ落ちないか。まだ落ちないか。ダゴの応援があるか。さあ、そうだよな。サトシに金がガンガン入る展開になるだろうね、これは。それで耐えられるんか？なるべく緑の土地は、ほんと、捨てたくない。高いとこ1個、捨てる方がいいんじゃないかなっていう気もするんだが。とりあえず安いとこ3つで済ませた。もう1回マジック。いやー、そっちに使っていいのか？そこに使っていいのか？ルマーを止めても、サトチが伸びるだけだぞ。そっか。ということは、サトチはあえてクイックサンドをサプレする必要はないんだね。クイックサンドがある限り、全員が、ようやく決まった。全員が右回りになる。全員が右回りになるってことは、レベル3、レベル4の土地の、サトチの土地をみんなが踏みやすくなるってことで、サプレは、まあ、ワイクロあたりを消せればいいかなっていうぐらいに留めておこう。そうだね。あえて、やらせても、そしてまた目の前を上げる。これで踏んでくれば勝ちだろう。どうだ。と言わんばかりの。トランスはちょっと、美味しくないな。ダゴン落としたところで、っていう感じだね。交換。
上げる。その美上げは意味あるのか。いやー、全員サトチを踏む流れだね。逆にクイックサンドは、さっさとどっかで打っちゃった方がいいかもしれない。うわー、これバジ引いてくるために、バジと足を引くために林間にするしかないがしない。おー、耐えた。この、アンダイも落ちないっしょ。今、1、2、3、4、5、6個土地あるから、120。削れてるようでいて削れない。100か。全く削れないデコイだね。ダイスよくよく、一番安いとこに踏んでよかったなって感じだね。という、こういう通行料収入が狙えるから、サプレはしなくていいと。クイックサンド自体は怖いんだけど、まあ、サトチは怖くないと。いや、ルカが辛い。ルカが辛い。ミックスのバジ頼み。だけどバジもう使っちゃった。バジ使っちゃった。フュージョン頼み。フュージョンでもアンダインは落ちないし、ダゴンも落ちない。さあ、違うとこ。目の前を今一瞬上げる。おっと、ミックス、意外と6000まで来て1位。さあ、これでルマに踏ませればというところまで来た。さあ、パーミがあるから、サトチユリカ、まずパーミを使う。で、右上の土地あたりを取れれば、レベルを上げられない。さあ、超えられるか。ブック一周した。サプレされたのは何だったっけな、なんかがあるの。メズマが復活したのか。交換するしかない。しかしね、アイス。水の土地が1、2、3、4個しかないから、左行った方、あ、左行った方が良かったと思ったら、左はマッドマンのレベル3だから、仕方ない。ということは、リコール。とりあえずリコールでいい。確かに、このマップリコール強いはずなのに、入れてる人が全然いない。おっと、人にリコール。他人リコールで、どうしたいんだ？もう一回デコイ行っても、デコイでは、殺せないだろう。これちょっと、もしかすると、ルカは AI 化してるかな？人にデコイする理由がちょっと見当たらないし、デコイでここを攻める理由も見当たらない。もしかすると回線切断 AI 化してる可能性もあるか。それかもう、ちょっと勝てないと思って諦めに入ったか。それとも、なんか、クリーチャーじゃない、スペル X あたりを引くために一旦待ったとも言える。メズマがないのは辛いよな。さあ、このマットマンも上げるでしょう。上げて勝ちだ。上げてパーミで勝ちじゃないか、これは。700までいった。さあ、レベルはでも、連鎖してないんじゃないか。連鎖してないんじゃないか。6600までいった。パーミ打てばかつ、真空で落とす。いい真空。真空なかったらパーミあたりを、それ、落とす。自分、本当は自分に使いたかったところだけど、7000のゴールを止めるために落とす。いい引きだ。でも、パーミをサプレしてただろうな。お、あのバジを落としに行くことで、逆にサトチが5連鎖になり、さあ守れるか。ホリグレあたり持ってたような気もするが、どうだ。出た！ミガロドン！これが聞きたかった。いやー、これ守るかな？そうだね。守るとでも金が辛いが、次でもバーミ使えば金は入るから、マイクロがパーミ引くのが正解だが、即死できなかった。土地破壊もない。いやー、DC 版が一番気合入ってるという話です。ミーガルドン。おっと、ホリグレ使ってしまったために、マイナスになってしまった。おー、耐えてる。耐えてる。ルマギリギリ耐えてる。ナイス。さあ、土地の方がまだ有利だ。さあ。1出てしまった！またデコイ意味ねえよ、クソ！さっきのリコールなんだったんだよ。自分リコールにしろよ。取り手2つ回ってるだろ。自分リコールにしろよ。この頃人にリコールがかけられたんだね。あ、そうか。リコールに生贄が必要だったようにもさっき見えたんだけど、それが入れにくい理由かな。まあでも、3DS のリコールも強いから、生贄あたりあってもいいかなと思うんだ。だかダメだ、これサトシの勝ちか。ダメだ、これは苦しい、サトシ。でもまだ6300。うわー、うっ払わないといけないのが辛い。しかも連鎖落とされてるからかなり落ちる。6600ぐらいまで行ったんだけど、4700まで下がった。さあ、もうパーミを打って1位以外なら大丈夫。1位以外なら大丈夫。まだいける。
1が出てしまった。でもデコイで落ち、さあ削れていたか。ダゴンテンペで20削れていたとしても、もう1体ダゴンがいるから10増える、意味ねー。うわー、フュージョン、デコイフュージョン来たー。デコイ、この頃のデコイ巻物使えるんかよ。しかしそれを読んだかのような、デコイフュージョン強すぎだろう。フュージョンで50削って、さらに反射で削る。うわー、フュージョン。落ちない、落ちない。ホリグレよく持ってたな。ホリグレ使わなければ落ちていた。これで480入った。サトチ6600だが、まだゴールは遠い。何か引けばここレベル上げる、ガーンと上げる。これでルマーが踏んで終わるだろう。7600までいったが、こういう時のためにやっぱリコールが欲しい。このマップシンクじゃ止められない。クイックサンドでも止められない。ランプロでも止められない。さあどうする。クイックを自分に打つ。せめて576踏ませる。ダイス5が出てレベル5に上げられればというところ。 5! おーっと5は出ない。残念。ここまず踏んで落としておく。さあしかしサトチに、ダイス次第ではサトチが低い小さいダイスを出してくれれば、まだ取り手が城に止まってレベル5に上げる可能性も出てくる。さあここで上3連鎖取り戻した。まだルーマー諦めてないぞ。まだルーマー諦めてない。リコールがないからサトチもゴールは遠い、ちょっと遠い。さあコアティが出た。しかし輪郭にしてしまう。さあちょっとルカはもう絶望的だが、引きたいのは、まあ、ワイグロあたりかな。ワイグロで止めたい。さあ、どうする。左下に来そう。そらね。XXXXX パーみたいな。悪くない。これ、リンカネーション。まず X か。さあ、X でどうする。左から回るか。上回って、もう一回デコイ落としに行けるぞ、これ。よし。デコイで、ダゴンを落としに行ける。おー、熱いな。もう一回ダゴン行くでしょ、これ。やっぱり、さっきフュージョン使って落とした甲斐があった。しかも、地の土地にワイグロかけてるから、さっきホリグレ使っちゃったから、もう、踏んだことは踏んだが取り返すという価値はある。でかい。これはいいぞ。そして次、サトチがレベル4にはまるから、そしてぴったり、危ない。ちゃんと読んでいた。30から10増えて、ガーゴで取った。これはでかいぞ。ミックス逆転ありえぞ。ワイグロ引けば逆転ある。どこまで来た？ミックス6000まで来た。6800に落ちた。これはリンカネで回して足か、また、ドルールグレアム、ドルールウォーターアムルあたりで落とせる。さあどうだ？ドルール引いてきそう。1! 何を引いてるか見たい。シンク。っていうわけでもない。ランプロ。どこにランプロだ？そっちか。バイグロかけられるのを嫌がってるか。まあ、でもルマーに飛んでくることは、おーっと、いいとこ止まった。これでレベル上げできるか？できるか？できるか？ 640! 残り、アイテムない！アイテム使う金の 8G もないが、さあ、どうだ？サトチ超えられるのか？エスケープあたりじゃないと超えられないぞ。さあ。邪魔すんなよ、バーカって感じ。ワイクロ、もちろん1位を止める。これでミックスが有利になった。おそらくルカは AI 化している。さあ、踏むか。踏んでルマーが逆転になるか。超えた。いい土地取った。売っ払った土地を取った。悪くない。さあ、ダイスが見たい。次は、ミックスか。ミックスは、レベル上げするか。ワイクロ引くか。X いいよ。リンカネでまず回す。そう、パーミが引いていきたい。できれば安全な上を回りながら周回してレベル上げしたい。パーミが引いていきたい。もう南には歩きたくない。パーミを引きたい。さあ、パーミ引いたか？どうだ？まずレベル上げする。これでルマーに踏ませ。勝ちたい。ミックス1位6500まで来た。さあ、サトシの手札が見たい。サトシの手札来た。ドルール来た。ドルールアポーツで逃げ、一回耐えるという手もあったが、ドルールで落ちるぞ、これは。クリーチャーない。50、60、1、2、3、4、5、6、ドルで落ちないか、そっか。落ちたんじゃないか。
1,2,3 あーあとマイクロ一発撃たれたんで銃足りない。マイクロ一発撃たれたんで銃足りない。さあこれはルマーの逆転あるか。ルマー行くわ、行くさ。これギア上げて勝ちまであるぞ。さあどうだ、1500入った、1500入った。さあ1,2,3あーあと変なとこ踏んでしまったが、これはレベル上げするしかない。ガン上げ、うわレベル5まで上げられないので、うっぱらうー、ハメになる。さあ、どこを売るんだ、辛い。どこを売るのも辛い。連鎖がどこを売るのも辛い。そっちを売った。さあ、どうだ。どこまで来た ?6300、ミックスが7400いた。X 入ってればミックスの勝ちだ。さあ、メズマでも勝ちだ。パーミでどうする、大丈夫か、ルカ。ルカが試合を壊さなければいいが、大丈夫だ。一番 X のフライがある。メズマ X でも勝てるぞ。メズマはでもサプレされている。さあ、リンカね、回す。X 入ってる。X で一気に勝つ。惜しかった、ルマー。ミックスの勝ち。ナイス、リンカネと、デコイフュージョンでダゴンを削ったのが良かった。完璧。そして、マットマン上げが大正解。いやー、熱い。いやー、いい勝負だった。ルマーがどこまで行ったのか、踏まなければ勝っていたっていうとこまで来てたんだよね。さあ、見てみよう。いやー、熱かった。踏まなければルマー、サトチ、あそこまで行ったのに3300に落ちた。クイックサンド一発がすげー怖い。マップだということが分かった。アポーチで一回耐えてもよかったなと思うんだけど、それじゃ勝ちがなかったか。よし。さあ、グラフを見てみよう。いやー、最後35ラウンドからのグラフの、この逆転具合がすごいね。はい、下の方見てみよう。さあ、通行料収入はみんな、めっちゃ払ってるが、誰かだけ払って、もらってない人がいる。ルカだけかな、もらってないな。めっちゃみんな払ってるね。かなり払ってる。侵略も多かったが、バジがあんま活躍しなかった。アンダインウォーターアームルっていうのもなかなか使えるっていうことが分かった。周回は、ミックスが一番多かったのか。土地は5644。それなりにですね。というわけで、1回戦、第7ブロックの勝者は、ミックスでした。おめでとうございます。ではまた。